皆さんこんにちは、治薬の小町だぞ。お久しぶりです。純情の165系です。ということで今回も画面を見ての通りバトロワをやってこうと思うのですが、ちょっと普通とは異なるルールなんですよね。なるほどなるほど。ちなみに今回は普通のバトロワとはどう違うのですか？よくぞ聞いてくれました。今回何が特殊かと言いますと、出場者用ですね。東日本陣営、西日本陣営とそれぞれ分けられています。なんと今回はチーム戦でしたか。そうそうそうなんですよ。さてさて、そんな感じでちょっと変わったルールのチーム戦バトロワ、早速始めていきましょう。よろしくです。さあ始まりましたね。1戦目でございます。モーター改造車ラピートから入場が始まりました。さてさて、東日本と西日本がぶつかる今回のチーム戦、まず最初に動きを見せ始める車両は、まあでも最後尾の223系も入場したばかりですし、いやもう進展してましたわ。なんか早速東日本陣営同士での仲間割れが、いやさすがに仲間割れ起きるの早すぎないか。でしかもその2両にとどめを刺したのも同じ東日本陣営なの皮肉。これチームワーク大丈夫なのかな。てか序盤の進展これで終わったんだけど、いや初っ端から東日本陣営ピンチじゃないですか。西日本陣営優勢に傾いちゃいましたね。あのなんかまた仲間割れ仕掛けてない？なんと東日本陣営スカイライナーが味方のあずさを攻撃。あずさはなんとか耐えてくれたけど、これ東日本陣営まずいんじゃないの？と思ったけど、今度はちゃんと攻撃する相手理解したみたい。やっとちゃんとしたバトル始めたか。223系が撃破され、攻撃を放ったスカイライナーは力尽きてしまった。別の箇所では100系があずさに倒されてましたね。いいね、やっとチーム戦っぽくなってきたよ。多分東日本陣営あずさしかルールわかってないです。ということで、そんな感じで残り車両数は3両に、西日本陣営はラピート、サンダーバード、東日本陣営はアズサのみが残っていますね。さてまずはどちらの陣営から動き始めるのか。何やってんすか。なんと西日本側もまさかの仲間割れ発生。もうこれチーム戦じゃなくなってるけん、結局ちゃんとルール理解してるのアズサしかいませんでしたね。これもう正直残ってるアズサが勝ったかな。まさかの劣勢だった東日本陣営が形勢逆転する事態。ってことでアズサに大チャンスが舞い降りましたね。ということで、ズダっているチーム戦バトロは2戦目でございます。1戦目は仲間割れが多発したチーム戦とは思えない展開が見られたので、次はチーム戦と言えるような良い連携を見せてほしいです。まあさすがに2戦目になったらみんなルールが分かってくるでしょう。それもそうですね。とか話してたら早速めっちゃ戦ってるのだが、サンダーバード、スカイライナー、まずはこの2両が脱落しましたね。今のところ仲間割れはなさそうですよ。あとは200系、100系が脱落しましたね。中央線はまだかろうじて耐えてはいますけど、レールに着地するなど、よほどの奇跡がないと正直復活は厳しいと思いますね。そろそろ車両が近づいてきちゃってますよ。さあ中央線はどのようなご決断を。まあでしょうね。そんな復活できるミラクルも起こるわけなくそのまま落下。これで残り2対1の3両になりましたね。東日本陣営がまたピンチに陥っちゃってるけん、でももしかしたら大丈夫なんじゃない？なんてったって信頼できるあずささんなんですから。確かにあずさなら信用できるかも。さてさて、倍速もここで終了。これまさかの形で仲間割れしました。なんと脱落した200系の花咲がアズサの走行を妨げてしまいました。東日本陣営チームは壊滅的すぎないか。それは僕も激しく同感。さてこれで西日本陣営の勝利は確定ですね。おめでとうございます。まああとは勝者を決めるだけですね。そうですね。さて今のところ膠着状態が続いてる感じかな。これはしばらく時間がそして誰もいなくなった。いやまさかの相打ちで決まっちゃうとは。どちらとも断固として勝利を譲りませんでしたね。でも若干223系が後だったかな。あらま確かに。ということでそんな2戦目は関西を代表するこの車両223系の勝利でございます。おめでとうございます。さてさて、そんな東日本と西日本が戦うこのチーム戦も、ついにラストを迎えました。最後はどんな試合が見られるのか、非常に見どころですね。まあよくを言えばチームワークを生かした戦いを見せてほしいですが、確かにせっかくのチーム戦ですもんね。そうそう、ラストは今回のメインのチームで団結して締めてほしいところ。出場車両の皆さんに期待しましょう。さて、今のところ特に目立った動きが見られず膠着状態が続いていますね。でもそれはそれで緊迫した状況みたいで僕は好きですけどね。ダメだ、仲間割れしかしてない。しかもなんか詰まっちゃってませんか。これ
それはひどい。いや、勤務先導行の前にまずちゃんとコースを使ってくれ。一応見に行ってみます。まあそれもそうですね。ということで、なんともラストとは思えないほどの締めがひどすぎる試合となってしまいましたが、これは唯一このチーム戦のルールを理解していたこの子、あずさの勝利でございます。おめでとうございます。ということで、今回の動画はいかがでしたか？いや、チームワークって何ですか？まあ確かにチーム戦とは思えないほどの仲間割れの多さでしたよね。ちゃんとルール守って戦ってたのはあずさくらいしかいなかったですから。まあ次やるときはバトロワよりも平面交差の方が良さそうですね。僕もそう思います。てか絶対そっちの方がいいです。まあそんな感じでグッダグダなチーム戦となってしまいましたが、そんなチーム戦バトロワもここで締めたいと思います。それではここまで見てくださった画面の前の皆様、最後までご視聴ありがとうございました。